常滑市役所のそばにある居酒屋つばき。洗練されたおしゃれ感に加えて古民家風の店内には温かみがあり、居心地のいい空間。壁にかけられた絵や常滑焼の皿はほとんどがオーナーのお父さんの作品なんだとか。人気のメニューは椿風鶏の唐揚げ。ジューシーな鶏肉を包むのはピーナッツ入りの衣。独特の香りと食感が癖になります。唐揚げのお供のおすすめはオリジナルのカクテル。スモモとジンジャーエールにゼリーが入った女子でも飲みやすい一杯。そして記念日にぴったりのこちら、店長のセンスが光るデザートプレート。サプライズで出てきたらテンション上がること間違いなし。ぜひ立ち寄ってみてください。